15cm SFH-1815cm SFH-18 とは、戦艦機のドイツが開発した重流弾砲である。15cm SFH-18 は1926年から1930年にかけて 15cm SFH-13 の後継重流弾砲として開発。 1934年に生産が開始されて1945年までに5403門が竣工した。クルップ社とラインメタル社による協作方式だったが、実際にはラインメタル社製の方針をクルップ社製の方画に搭載したものが採用された。1 0 5ルレフ1 8とともに、四段砲兵の主力や戦領弾砲として、第二次世界大戦を通して、 陸軍と武装死に兵隊の双方で広く運用された。また、高級司令部の直轄砲兵や装甲師団の砲兵大隊では、砲画部が共通の1 0トル SK-18 と混成配備されていた時期も存在する。1938年に1 5トル SFH-36。1940年に1 5トル SFH-40。 1942年に 15cm SFH42 が登場したが、15SMSFH18 や、マズルブレーキ追加版の 15cm SFH18M と異なり異量産されなかった。ドイツ以外では、中毒合作機の1934年に、ラッセンチ 15cm 榴弾砲、1936年に、 クルツプ式15センチメートル榴弾砲の受注が成立し、中華民国も導入した。フィンランドにも継続戦争時に48門が輸出され、150H40 の名で採用された。同国では戦後も運用し、近代化改修で 152H88 から40へと生まれ変わった。イタリアにも輸出されて、アバイスダ149。 28として運用され、ベニート・ムッソリーニ政権下のイタリア王国や、イタリア社会共和国軍で運用された。戦後、ドイツやイタリアが保有していた、残存法は、アルバニア、ブルガリア、チェコスロバキア、ユーゴスラビアに戦争賠償として接収され、ソ連製加法で重当される1960年近くまで、マウン用が続けられたほか、 ポルトガルやラテンアメリカ諸国にも輸出されている。装甲師団などでは、SDKFZ7 搬送機車によって牽引されたが、車軸にサスペンションがないことから、気候部隊での追随性に問題があった。解決策として、装甲砲兵用に開発されたのが、フンメル自走流弾砲である。しかし大抵の場合は、装甲砲兵連隊の第一大隊のみの配備で、 第2を呼び、第3大体は 15cm SFH-18M を継続使用していた。主な弾薬として、次が用意されていた。難目標用の榴弾、項目標用の成形作薬弾や耐コンクリート弾、遠距離砲線用のロケット補助推進弾や、相弾灯付け榴弾、その他用途の発煙弾や、相弾灯付け鉄鋼榴弾や、焼夷弾である。 1940年に製造されたアールグレーン19は初速秒速505メートル及び最大射程18,200メートルという性能で1941年に登場したアールグレーン1940では最大射程が19,000メートルに改善された方針負荷が大きく命中精度も悪化したことから多用されなかったが ソ連軍高級司令部の直轄砲兵が装備する A-19122mm カノン砲や ML-20152mm 榴弾砲との対砲兵戦を支援した SPRGR-42TS 波砲外弾道に優れた形状とした 12.8cm 榴弾へ装弾灯を装着した砲弾で性能は 初速秒速六百四十五メートル及び最大射程一万八千メートルだった。p z g r 三十九 t s は対戦車戦闘用で八点八センチメートルカリボ付け、非棒付け鉄鋼榴弾に相談灯を装着していた。十五センチメートル s f h 十八の射程不足は海戦前から判明しており十五センチメートル SFH40 以外にも、対戦中に後継として、シュコダ社とクルップ社が取り組んだ 10.5cmF43 の拡大発展型である 15cmSFH43 やシュコダ社、クルップ社、ラインメタル社の3社で計画された 15cmSFH44 の開発に踏み切っていたが、諸事情で実用化に至っていない。ちなみに、 独祖戦の戦訓から要求された性能は、全週社会、45度以上の工業核射撃、最大射程が、ソ連製同級火砲を、アウトレンジ可能な2万メートル以上という内容だった。ありがとうございます。